今回はチーズフランスの作り方をご紹介します。はじめに材料です。分量は説明欄にも記載しています。ドライイーストに向けて水を入れます。ダマがなくなるまでよく混ぜます。ある程度混ざったら手でまとめていきます。ひとまとまりになったら台の上に出します。台にこすりつけるようにしてこねます。水分が足りないときは少しずつ水を足してください。生地を叩いてまとめます。表面がつるんとしてきます。生地を薄く伸ばして、後ろから押しても切れなければこね上がりです。表面を張らせて丸めます。ボウルに入れ、ラップをかけて発酵させます。強力粉を指につけ、生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ、発酵完了です。台の上に出します。生地を分割する前に、全体の重さを測ります。6等分にします。重さを測って大きさが均一になるようにします。生地を丸めます。生地を折りたたみ、表面を貼らせます。90度角度を変えて、先ほどと同じように折りたたみます。俵型のようになれば OK です。つきやすいのでラップに粉を振っておきます。ラップをかけて20分ほど休ませます。ベンチタイム中にチーズをカットしておきます。チーズはお好みのものを使用してください。カットしたら、チーズを6つに分けておきます。製
成形です。生地を大きく広げます。チーズを全体にのせます。生地を手前からくるくると巻き、巻き終わりをつまんで閉じます。転がして長さを出します。間隔を空けて天板に並べます。ラップをかけて発酵させます。茶こしで強力粉を振りかけます。縦に1本クープを入れます。クープを入れるときに生地を押さえて潰してしまわないように気をつけてください。力を入れずに優しく切り込みを入れます。230度に予熱したオーブンで20分焼きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。